え皆さん、こんにちはということで、今日はね、え JAXA。JAXA の、え嘘をね、見ていきましょうか。JAXA のやらせを見ていきましょう。FNN プライムですね。えこれは、コウノトリ、地球へ、回収カプセルに日本のすごい記述が。 ってありますね。これ、11月8日の、えー、記事ですね、えー。プライムニュースデイズっていうやつですね。この鳥地球へ。もうまずここで嘘ですよね。この地球というのが嘘ですね。ね回収カプセルに日本のすごい技術が、ね。これちょっと見ていきましょう。 えまずね、この NASATV ってありますけど、NASA の映像でしょうね。ISS から切り離された、これがこの鳥でしょうかね。まずね、もうこの、ここがカーブしてますよね。地球というからにはカーブしてるんですけどもね。こういう風にはなりません。これはね、画像を加工してるのでこういう風になるわけですね。 えー、もう500年ぐらいね、騙されてますね。地球が丸、丸くなって500年ね、えー。ガリレオとか、ケプラーとか、えー、コペルニクスとかね、ニュートンとか、あの辺ぐらいからね。えー、500年前ぐらいからこういう風に丸くなりましたけどもね。えー、NASA はね、えー、宇宙から撮ったとされる映像。ね、丸い地球の映像。 ねえー、全部違いますよね。ね。こううっていうのはね。えー、全部 CG とか、コンピュータグラフィックとかね。えー、コンピュータージェネレーテッドイメージですか。CGI ね。こういうので作られてます。ね。合成です。ね。ねこれなんかアメリカがね、えー、異常に大きい。北アメリカ大陸が異常に大きいって言ってね、話題になってます。ね。 全部作り物ですよ、これね。NASA ライス、ね、書いてます。えー、私たちがね、えー、見れるものっていうのはね、この下の方から行くと、こうね、えー、水平線ですね。水平線、これね。まっぐです、ねううね、っぐです。ね。こういうふうにね、水平線まっすぐです。ね。 ここに、こう持って行って、こう、まっすぐ水平線はね、曲がりません。ね。曲がんないんですよ。こうやってね、水平線はね。ね。曲がりません。定規を引っ張って見てもらってもいいでしょうけどね。それから、この地平線。地平線もね、曲がりませんよね。ね。 あ,ありません。ね。まっすぐ平らです。まあ、これ湖もそうです。ね。湖、えー、これは、え湖、ー、ですよね。円湖といえば、えー、どっかチリかどっかにありましたね。チリだったっけ、あれはね。んボリビアでしたか。チリでしたか。 なんとか円弧ってありましたね。忘れました。この名前。こういうふうにね,にねえ。円弧っていうのがね、よく反射します。ね。天井。あの、空を反射しますけども、あれもね、えー、もしカーブしてたらあのいうふうに綺麗にはね、えー、映しませんね。平行だからね。上と、うん、下が平行なので、えー、ああいう円弧にね、綺麗に空が映るんですね。ね 上下対象にね。名前は、ウユニコでしたね。ウユに、レイクかな。ウユにですね。ウニじゃなくて、ウユにですね。えこれね、反射。ね。これ、水が曲がってない証拠ですよね。え水がね、曲がっていたら、こういうふうに、上下対象にね、 えー、鏡のようには映りません。綺麗にね。えー、放射状になっているんじゃないでしょうか。もしね、えー、地球が丸くて、ね、えー、湖面も曲がっているとしたら、ね。こういう風なのでね、わかりますね。水が曲がらない性質であるということがわかりますよね。えー、それで綺麗に反射しているわけですね。この、あの、空を反射しているわけ 無輸に円弧ですね。これねそこから、この、今、スペースバルーンでね、こういう風に見れますけども。スペースバルーンね。えー、これもね、平らです。あ、見えなかった。っ平らですよ、ね。これね。定規で引っ張ってみてください。ね、平らです。こういう風にね。綺麗なもんです。ね 定規で引っ張ってみてください。ね、あとで、ね。とにかくね、曲がらないんです。私たちが観測できるね、えー、地球と呼ばれるものの形はね、えー、平らなんですね,ね。これスペースバルーンで今30キロまでね、30キロ付近まで、えー 上がることができます。それでね、その映像を見るとね、こういう風に平らです。ISS あたり、国際宇宙ステーションあたりは、えー、400キロですかね。うん。まあ設定がその、もうちょっと高いところになってるんですけども。えー、まあ、30キロにしてもね、この、うん、端から端までの距離っていうのはね、相当な距離があります、これね。 え、それでもね、一切曲がっていません。もう、これぐらいの距離だったらね、えー、かなり曲がってないといけないですね。30キロでもね、上空。え、今ね、アマチュアで、えー、スペースバルーンをね、えー、気球を、えー、30キロ程度でしょうかね、その辺まで、えー、上空ね、上げることができます。スペースバルーン、バルーン、あ、これ、尾が抜けてた。ね、バルーンで、 検索するとね、すぐにフラットアースとか出てきます。プロジェクト、iPhone とかカメラとかね、出てきますけども。えー、これでね、えー、ググりましょうフラあ。フラットアースにしましょう。ね。えー、いろんなのが紛れてますからね。こうするとね、えー、いろいろ出てきます。こういう BBC とかね、こういうのはね、CNN とかダメですよね。 なかなか簡単にヒットしないようにしてますからね。この人もコントロールオポジションですね。あこの辺はいいんじゃないでしょうかね。えー、あの、魚眼レンズをね、えー、使って、えー、撮ってあるのもありますから。なるだけ、えー、魚眼レンズの、ねえー、少ないやつ、ね、度数が少ないやつをね、えー、見た方がいいですね。 こういう風うにね、スペースバルーンですごく丸くなってるやつもありますけど、ほとんどこういうのはね、えー、魚眼レンズを使っていますね。フィッシャーレンズって言いますけどもね。こういうのでね、確認することができます。たくさんあります。ねえー、ドッグカムのやつが、 たら見たいんですけどもねこれちょっと見てみましょうかね。これ、ドッグカムっていうやつですね。これも33キロ程度、33、うん、4キロかな。あたりまで行ってるんですけど、これをちょっと見てみましょう。えー、打ち上げからね、ずーっと撮ってます、ね。ちょっと飛ばしていきますね。飛ばしていきます。 ずーっと上がっていきます。ずーっと上がっていきます。この辺ですね。23キロぐらいですね、これでね。今この23キロの位置ですけども、ここにね、太陽のスポットが見えます。ね、この辺り。 えー、左上ですね。ね、ここに太陽があって、ここに太陽のスポットが見えます。ね、思いっきり見えちゃってます、こういうふうにね。これっていうのはね、太陽が近いことを意味してるんですね。えー、太陽のスポット。ね。 雲に映ってますけども、えー、もし太陽がね、1億5 0 0 0万キロも離れていたらね、えー、こういうスポットは、えー、つけることができないんですね。えー、懐中電灯とかで試してみるとわかると思うんですけどもね、えー、このいうスポットっていうのはね、えー、光を近づけたとき、対象物に光を近づけたときにこういうスポットはできます。 綺麗ですね。えー、今十二キロ。3、三万二千七百メーターってことですね。三万メーター。三十二三キロってとこですね。ね、もう平らです。ね。 曲がっていません。ね。揺れてるのはね、気球で撮ってるからですね。三十三キロ。ね。三万三千百メーターってことですね。見てください。これ平らですよ、これ。ね。 動いてますけども、え、全然こう動いてるからね、こうカーブしてないと、カーブが見えないといけないんですけども、そういうカーブは全然見えませんね。え、ナサのやつとは全然違います。どの辺まで行きますかね、これは。 あ32キロ付近ですね、これね、まあ。もうすぐ割れるんですけどもね。あ、今割れました。ね。気球が割れました。ね、結構なね、これ、あの、端から端までっていうのは、ね、結構な距離ですから、えー、カーブがね、確認できないといけないんですね。しかし、そういうカーブはね、全然確認できません。ね。 えー、低い位置だから、えー、ISS あたりはね、えー、400キロですかだから丸いカーブが見えるんだとか言いますけどもね、えー、30キロでもね、十分カーブが見れないとおかしいんですね。えー、計算上、おもう、端から端までが、えー、こういうふうにまっすぐなってるというのはもうありえないんですね。それから、この太陽のスポット。 えー、NASA が言ってることっていうのはね、えー、真逆です。ね、全部逆に言ってます。えー、太陽がね、1億5千万キロ離れてるっていうのも、えー、本当は近いということをね、えー、隠してるわけですね。えー、自転降点も、その地球が丸くて、自転降点してるっていうのも、丸っきし逆ですね。えー、平らで、えー、上の方が回ってると。 ね、天動説に近いような感じですよね、えー。ジオセントリックと言いますけども、えー、地球中心にね、えー、周りが回ってる。これがね、えー、本当のフラットアースなんですね。その太陽系ですね。えー、この太陽系の周りの惑星が太陽を中心にして、 え、ぐるぐるとね、工転するわけですけども、それをね、えー、図には表した映像がありますのでね、これを、見てみましょう。えー、モデルですからね、ちょっとサイズとかそういうのはね、えー、ちょっと違うかもしれませんけどもね、ちょっとご覧いただきましょう。 こういう、こういうのはね、皆さん結構イメージ、えー、湧くと思うんですけども、ね、実際こういう風な、えー、のではありません。見ててください。えー、これによると、7万キロですね。毎時。えー、時速7万キロでね。 え、太陽系というのは、え、宇宙の中を動いていると。ね、その速度7万キロ。まあ、これ、これではですね、7万キロ。時速7万キロ。想像できません。 えー、学校のね、教科書とかね、えー、止まった図しか見せません。ね、実際にこういう風にね、動かすとなるとね、動いた状態をね、えー、こういう風に映像に表すと、こういう風うなね、おかしな映像になっちゃうんですね。えー、このね、ぐるぐる回ってますけども、えー、も,もっとこれ、あの、縮小してるんでね、 実際の大きさより縮小してるんで、こういうふうな、ゆっくりな動きになってますけども、実際はね、高速で回転してますね。例えば、この地球と言われるものはね、太陽の周りを時速10万キロでしたかね。10万キロですよね、確かね。10万キロで回ってるんですから、時速。もうね、本当ね。 <laughs> ものすごい、想像もつかないスピードで、え、ってるわけですね。え、こういうふうなね、おかしな回転をしているわけです。ね、今の天文学で、え、この太陽系の動きを表すと <laughs>。ありえません。 ま、これがね、また銀河を、ミルキーウェイの周りを回るわけですけども、もっと速いスピードですよね。もう、え何百億っていう、え何百億キロとかいうスピードじゃなかったですか確か。その、ミルキーウェイが回るスピードですね、宇宙は。 まあ、こういうふうにあるわけですけどもね。えー、おかしいですよね,ね。こういうふうにみんな回っちゃうことになります。もう、今の天文学でね、えー、やってしまうとね、えー。これはね、間違いです。ね、えー。想像しただけでもわかるでしょ。このスピードね。ありえないスピードなんですから。 こういうのもそうですよね。雲が同じなんですから、こういうのも。ね。こういうにね、合成してやってるんでね。ええー、こういうのもデュアルなんですけども。見えますか同じ雲なんですね、こういうのもね。 一緒です。こういうふうに作ってますね。合成して。いい加減なもんです。聖書的解釈ではね、えー、こういうふうな形ですね、えー。ここにね、ドームがあります、ね。ドームがあって、ね、平らです。ちはね、やってますよね。えー、下はね、わかりません、ね。 確認することはできませんね。えー、もしね、えー、地球が丸いと言ってるキリスト教の人たちがいたらね、えー、教えてやってください。ね、地球はね、えー、聖書では平らということになってますから。ねえー 丸い地球というのはね、太陽中心説につながってますからね。自、え、転、ー、工程をすることになりますから。えー、聖書のね、えー、不動というね、止まっているという、えー、期日とね、えー、全く逆になります、えー。そしてね、この丸い地球というのはね、えー、この NASA のね、ミスター・ブルーマーブル。 ロバート・シモンっていう人がいます。ロバート・シモンね。こういう人たちがね、丸い地球をね、えー、作ってます。ね、えー。想像、想像上のね、産物です。これはね。えー、フォトショップされたやつですね。えー、もう NASA 自体がね、こういうふうに、えー、言ってますね、えー。データを集めて、えー、それをね、えー、絵にするということをね、言ってます。 これではねサ、サテライト、あのー、衛星から撮った情報というふうにね、言ってますけどね、この衛星自体もね、嘘ですからね。えー、衛星のデータから、あこの、ブルーマーブル、ね、青い地球を作ったと言いますけどもね、この衛星自体も嘘なんですね。えー、とにかくね、この丸い地球というのは、えー、作られたものということなんですね。 えこのね、ロバート・シモン、シモンですね。ロバート・シモン。えー、この人はね、日本のあ、日本語での解説が全然ありませんね。英語だけの。こういうのしかありません。これ、NASA のウェブサイトでしょうかね。これはね。 年2012年、えー、6月29日の記事ですね。ミスター・ブルーマーブルです。ブルーマーブルというのもね、33水位ですけどね。国際宇宙ステーションね、ISS から 撮った、えー、地球の映像があるじゃないかと言いますけどもね。この ISS 自体がね、えー、インチキですね、えー。こういうふうにね、CGI で、えー、撮られていますね。あの、船内のお宇宙飛行士あたりはね、えー。こういう画像はね、たくさんあります。この熱造された、ね、映像。 これはね、NASA の、えー、NASA の映像ですから、これ。ね、NASA の映像でね、これに、おかしなことをやってるのがね、えー、確認することができます。えー、こちらはね、2013年の映像ですね。2月21日。えー、ピーター・ゲイブリエルがね、えー、ジョンソン宇宙センターですか。えー、ここにね、 えー、ちょっと、あの、訪れたわけですけども、訪問したんですけどえー、このクリス・ハットフィールドとかね、えー、この辺と会話します。えー、電話でね。えー、その映像をね、ちょっと見ていただきましょうかね。えー、ここにね、えー、ピーター・ゲーブリエルがいますね。 これはクリス・ハットフィールドって言うんですね。あの、カナダの宇宙飛行士ですよね。こうやってマイクを、この人がね、えー、クリス・ハットフィールドに向けるんですけども。 こ,ういうにね、この部分がおかしいんですよねこのマイクの部分がこのマイクがね消えます えー、喉に突き刺すような感じになります。ちょっと飛ばしましょう。えー、もうこの辺で消えちゃったりしてますよ。消えたり見えたり。 喉に突き刺さっては。なのにね、一滴の血も出ないと。もちろんね、これ CGI ですから。VR というかね。<laughs> えこういうね、VR とか、バーチャルリアリティとか、CG ですね。CGI とかね。こういうワイヤーを使う場合もあります。ちょっと見ていただきましょうか。ワイヤーね。ワイヤーアクション。引っ張ってますね。 えー、それからね、VR を使ったりしています。このね、えー、赤いマークがしてますけどね、えー、このスキンだけね、えー、あの、バーチャルリアリティで、えー、映像が変わりますね。ちょっとご覧くださいね。 ね、この、えー、この辺だけ変わります。他のところは変わりません。このね、この紙、なんか、貼り付けてある、うん、この袋とかね。この辺がほらあ、変わります。変わりますよね。他のところは変わりません。えーそれまあ、こ,のこの人たちも変わるんですけどもね。この4点、えー、この後ろのあたりとかね、えー。この辺だけが変わります。 こういうふうにね、えー、いろんな方法でね、えー、ISS、国際宇宙ステーションの映像というのはね、作られています。ね、え、つ、ー、造されています。えー、JAXA というのはね、えー、年間、えー、2000億円ですか、うんえー、税金をね、えー、盗み取ってますけども、 えー、税金泥棒ですよ。この2000億円でこのね、アニメ映像ですから、漫画みたいなね。えー、7時6分にね、えー、着水したと。えー、13ですよね、足したらね。7プラス6は13。えー、こういう。 えー、日本に帰ってきたのも13日でしたかね。南鳥島沖に着水し、地球への帰還に成功したと発表、えー。見てください、これ。この84はちょっとわかりませんけどね。えー、高さ約66センチですから、ね。そして重さが、 えー、180キロでしたかね、えー。これもね、18っていうのは666になりますから、9にもなりますけどね。1プラス8で9、えー。それから3かけの6で、えー、18になりますから、666のね、えー。獣の印ですねで。で、こういう数字をね、えー、絡めてきてます。JAXA ね。宇宙関係はね、えー、NASA もそうですけども、e さんもね。 ロスコスモスも、えー、中国のおも一緒ですね。数字を絡めていきます。この宇宙開発のね、えー、やらせ、えー。これは、確か11日にね、えー、この着水したカプセルが帰還したっていうのは、えー、確か11日ですよね。えー、2018年が、 あ2プラス1プラス8で、えー、11時になりますね。そして、えー、11月ですから、これも11時になります。そして、11日でしたからね。この、期、う、間、ん、した日はね、えー。合計するとね、33になりますよね。11、11、11で33。ね、いつも言ってます。この33がね。えー、登場してきます。やルせにはね。 えー、他の新聞もね、えー、これをやってますけども、えー、とりあえず朝日新聞ですね。小型カプセルが地球に帰還。この鳥から初の回収。ね。これはね、こ,こ見てください。2018年11。ね。そしてここで11。で11ですから。ね。えー、ここは12。ね。12っていうのもね。 9プラス1プラス2、12、えー、ですけども、12っていうのはね、えー、6プラス6は12、えー、12になりますから、66ですよね,ね。この画像一つしかありませんよね。南鳥島の南南東約660キロの海上で回収された小型カプセルと。ね。 これも11日の、えー、10時、10時半頃ですよね。見てくださいこ、これ。なんか他の映像が映ってますけども、ね。たったこの2枚の映像しかありません。ね、え他の映像もありますけども、えー。動画はないんですね。こういうのしかありません。ね、回収した時の映像。 660キロ。なんと。ねこういう映像しかありませんね。これをね。本当に、えー、この日に回収されたものなのでしょうか、ねえ。結構船は大きいですね。よく発見できましたね。 センサーがついてるにしても、ね、位置情報はわかるにしても、たったの3時間で <laughs>、よく回収できたと思いませんか。ね。こういうオレンジがね、絶対入ってますね。いつも言ってますけども、これね。 オレンジはね、えぇ、ー、やらせの、33のコードが入ってます。ね。うん、なぜ動画がないんでしょうね、ほんと。写真ばっかりです。こういうね、写真ばっかり。 なぜ写真ばっかりなのでしょうこれセロハンテープじゃないですかこれはあ これもコウノトリですか。何ですか、これは。この漫画は何なんですか、これは。漫画じゃないですか。こういうのもよく見てみてください、これ。何ですか、これは。何ですか、この渦は。ね、合成だということに気づいてください、このえ映像ね。 こんなにね、カーブしてません。実際ね,ね。カーブはありません。このね、作り物です、ね。これをみんな信用してます。こういうね、CGI か何かで作った画像をね、皆さん信用してるんですよ、これ。 作り物だとも知らず。ええー、ね、こういうの。えー、お金ね、えー、毎年、ええー、年間、うん、2、3000億円。ええー、ね。予算あるわけですから。なぜこういうのね。 動画で撮らなかったんでしょうかね。回収風景をね。えー、そしてなぜ公開しないんでしょうかもしあったとしたらね。歴史的瞬間なのね。えー、画像しかありません。えー、影はそんなにおかしくないですね。この影。 まあ、あ十時ぐらいの影でしょうか。十時半ぐらいの影でしょうか。えー、どっち向きで撮られてるのかわかんないですけど。まあ、あ同じ時刻ぐらいに、えー、撮ったのでしょうかね。この人、ねええー、カメラありますけども、えー。動画で撮る人はいなかったんでしょうか。ねえ、もったいないでしょう。動画で撮らないと。 作業風景は。今時ね、生中継といえばね、いろんな配信者がね、やってます。中学生でもやってますよね。なぜね、JAXA はこういう貴重な、え、ー 映像をね、配信しなかったのでしょうか。生中継で。えー、それからこの回収船ですね。えー、もう、もうすでにね、えー、この、着水する、えー、近くにね、前もって待機してたと言いますけどもね、えー、ね、どこに、 落ちてくるかわかんないのにね。えー、よく、えー、その近くにね、待機できましたよね。えー、ね、どこに落ちてくるのか、わかってたと言いますけども、もう結構危険じゃないですかね、こういうのって。ね。こういうのがね、空から落ちてくるわけですけども、ね、近くにいてて大丈夫だったんでしょうか。 ねすごい危険だと思いますけどね、私はね。ねどこに落ちてくるかわかんないじゃないですか。ねえ、ね、その近くにいたって言います。そして、ね、3時間で回収できたと言いますから、ね、すごいスピーディーですよね。 考えられない速さです。この小さなね、まあ、目印はついてますけど、3時間で回収できたと、えー。こちら日テレですね、えー。そしてカプセルの内部の断熱容器が弱酸、えー、に到着。これ13日だったんですね。えー、11日に、えー、着水して、そして回収して、 13日にね、えー、つくばに帰ってきたわけですね。ね、これいうのもね、この車を見ます。ね、車のナンバー大事です。ね、こうやってこう回収車が帰ってくるわけです。あもう、運び込んでくるわけですけども、ね、こういうふうに回収車が来ます。 実験資料を入れた内部の断熱容器が JAXA、つくば宇宙センターに到着と、ね。こうやって持ってきます。ね、あナンバーが映りませんでしたね。ねナンバーが映りませんでした、ね。ガッツポーズやってます。ね、こういう風に車が運,運んできます。ね、ナンバー映りませんでした。 え、ちょっとね、えー、NHK は映してたんですね。他のやつも映してなかったんですけども、NHK だけはね、映、えー、してました。ちょっと見てみましょう。えー、ちょっとね、NHK はね、動画流すとね、えー、削除させられるんでね、えー、ちょっとね、写真だけ見せます。えー、こういう、えー、11月13日配信の14時34分のね、 配信の、このニュースですね。コウノトリで宇宙から回収のカプセル JAXA に搬入と。ね、こう搬入に、えー、使ったあ、この車のナンバーね。えー、見ましょうか、えー。このね、ナンバーが大事なんですね。ナンバーね、えー。見えますかね。もう少しアップしましょうか。見えますかね。 えここにね、33がマーキングされてますね。えー、フリーメイソンリーの33がマーキングされてますね。JAXA、ね、がね、会見でね、えー、大真面目に、えー、技術的なことを言ったりとかしてますけども、えー、実際こういうふうにね、やらせということをね、このナンバーで伝えてるわけですね。合わせて読みたい。 ニュースね、これ。見てください、この時間。ね。これね。あ、ここに33がマーキングされてますよね。ね。これも6になりますし、えー、午後だったら3時ですから、333になりますよね。11月11日ですから。こちらもね。 1>, 1と2出したら3です。ね。3、1、1になるわけですね。3、1、1はね、3×11 で、えー、33になりますから、ね。こういうふうにね、33マーキングされてます。いろんなところにね。やらせのマークです。フリーメイソンにですね、背後にいるっていうことなんですね。いつも言ってますけどもね、33はね、 スコティッシュライトのフリーメーソンリーの最高回の数ですね。66もね、同じです。33と33ね、66になりますから。カプセル地球に無事帰還。洋上から回収にも成功。 えー、初の回収だったらしいですけどね。この、コウノの鳥からのね、えー、回収カプセルですね。えー、小笠原諸島南鳥島近海に、えー、着水したっていうことですけども、えー、回収までの時間、えー、たったの3時間で回収できたっていうことですね。えー、前もってね、えー、その回収する船が、 近くに待機していたということですけども。えー、すごい早いですよね。3時間で。えー、これは、すごい小さいカプセルですよね、えー。高さ66センチとか書いてましたよね。えー、まあ発信機がね、ついてるんで、えー、まあその GPS かなんか知らないですけども。えー、そういうのでね。 え、位置情報は、把握することが、できたんでしょうけども。何なんでしょうね。この、回収する風景。この動画が、ないですよね。現場近くにね、船が待機してたっていうのですから。それからね、初の回収ですからね。こういうカプセルを。 回収するっていうのは。えー、ライブ放送とか。えー、普通やるんじゃないでしょうかね。ライブ放送はしないか。あ、まあでもね、うん、しても良さそうなもんですよね。ねなぜないんでしょう。極秘情報でしょうか。公開できないんでしょうか。 ね、この辺がね、そのカプセルですけどもえ、燃えてますけど、燃えた後ですよね、これね。えー、燃えた後がありますけどもね。ここはね、なんかカバーがあったらしいですね。えー、それがパラシュートを出すときにね、このカバーが外れて、えー、この中、中の方がね、えー、筒のところがこう見えてますけども、ね。 どうなんですかね。えー、この辺、うん、ススみたいなのが全然見えないような気がしますけどもね。ねちゃんとカバーに覆われていたってことですかこれは。ね、それで、えー、この辺が綺麗なんですけどもね。うん一部始終が映ったあ、この回収風景の映像、これっていうのはね。 えー、なぜ、えー、見せようとしないんでしょうか、ねええー、日本にとってはね、歴史的な瞬間映像だと思うんですけどもね、えー、テレビ番組にもなるんじゃないでしょうかそういう番組でも作れそうなね、えー、貴重な映像になると思うんですけど、ねえー、そういうのはね、全く、うん、話が出てきません。そういう話がね、公開するとか公開しないとかね。 こういう動画があるのかないのかっていうね、話題がね、全然出てきませんね。うん、それから3時間という時間ね。よくそんなね、この広い海原で、短時間でね、回収できたなと思いますよね。もしね、ライブ中継をしていたのだったらね、相当ね、視聴率を稼げると思うんですよね、こういう。 テレビとかそういうので番組をすればね。今ちょっとこう調べたところそういうえ中継動画っていうのはね、なかったようですね。本当にえこの回収風景の写真。回収え映像、画像ですね。映像はありませんから、画像だけですからね。 っていうのはね、えー、本当にこの日に撮られたのでしょうか、ねえー。これは太陽の位置とかね、えー、全然見えませんけども。ねえー、朝方あ回収されたのかなあ、まあ、まあ、こんぐらいのお明るさでも、まあ、あまあ、おかしくはないっていうのはおかしくないですけどね。えー、こういうのはね、もし、えー、動画、えー ね、中継動画があ、ないということは、生中継のね、映像がないということは、えー、前の日にでもね、えー、撮れたということですよね。前の日にもね、えー、前もってこういう,う画像を撮っとけばね、えー、その日、えー、回収したというふうにね、えー、見せかけることができますよね。 ジャクサの友人宇宙技,もあ技術部門、はい。上松さん。センター長ですけども。なんだろう、これ。ただひこかな、えー。顔を見るまで安心できない。親の気持ちって言うんですかね。とか言ってます。えー、顔を見るまでね、安心できない。ね ライブ中継なしでしたね。心配だったらね。もう一部始終が見たかったんじゃないでしょうか回収風景を。ライブ放送かなんかでね。ライブ中継で。小笠原付近ですからね。南鳥島って言えばね。通信はできたんじゃないでしょうかできなかったんですか宇宙からできても、 小笠原からできませんかね。顔を見るまで安心できない。親の気持ちって言うんですかね、えー。私はこれ演技だと思ってますからね。この、半分泣いたような顔してましたけども。ね。涙を浮かべてましたけども。私はこれは信用しませんね。感動しました。写真を見て。 ねえー、なぜね、えー、動画を撮ろうという考えがなかったんでしょうか。動画を送ってもらおうという考えがなかったんでしょうか。ね写真を見て感動した。えー、天下の JAXA がね、えー、写真を、<laughs> 動画ではなくて写真ですね。写真を送ってもらったっていうことですね。 えー、この話は本当のことなんでしょうかね。えー、ここにね、JAXA 友人宇宙技術部門って書いてますからね。えー、いつかね、えー、この友人探査をね、えー、宇宙の、友人探査をね、えー、したいと思ってるわけですね。それで、えー、機関もね、えー、やりたいと思ってるわけですけどもね。 機関技術の色花入れ、この成功は大きなブレイクスルーだ。日本の宇宙開発が壁を越えた。と強調したとね、言ってます。この上松さん。えー、ねえ、なぜね、こんだけ歴史的な快挙なのにね、動画がないんでしょうかこの映像ね。 回収する映像とかね、えー。なぜ取材がなかったんでしょうかね。カメラが入らなかったんでしょうか。えー、こちらはね、テレビ番組ですけども、えー、フェアリングの回収ですね、えー。このフェアリングの部分をね、えー、回収するというね、えー、その映像がありますね。 大体同じぐらいのところでしょうかこれはね。回収されたところは。南大東島,大東島かここは。こういうふうに空とね、えー、海で、両方で探していくわけですけども。ね。こういうふうに見ててくださいね。 こういうこういうい映像でしたけどもえー、ねなぜこういうね映像が、えー、なかったんでしょうかねこういうのをね回収風景をね回収するところの風景を、えー、逐一ね、えー、見たかったですよね こういうところもね、えー、実際の映像を見てみたかったですけども、えー、なかったんでしょうか何でなかったんでしょうかね、えー、撮影することは簡単だと思いますけどもね、えー、何の不都合があったんでしょうかね ちなみにこのダイヤモンドエアサービスね。このダイヤモンドも三十三数比ですからね。えー、地球をね、丸くした人たちっていうのはね、えー、まあフリーメイソンリーでしょうけど、あの、基本的に悪魔崇拝ですから、えー、聖書のね、神に反逆してるわけですよね。えー、それでね、 えー、太陽を崇拝しています。す、え、べ、ー、てのね、えー、宇宙を作った、えー、聖書の神、えー、これに反逆しているのでね、えー、太陽中心説、ね。太陽崇拝の太陽中心説。えー、水金地下木、ドッテン。今、解明じゃなくて解で終わってるんですかね。えー、これがね、えー、太陽をね、 ブルブル回ってると、ね。そしてこの太陽、がまた銀河を回るんですけどもね、ミルキウエイを。まあそういう進行をやってるわけですね。えー、しかしね、これはね、えー、すごいことです。このスピードがね、大変なことになります。この理論でいけばね。えー、まずね、地球の時点。地球の時点っていうのはね、 え、でで16、赤道付近で1600キロぐらいですか ?1600 キロから1700キロぐらいあります。ね。時速。時速1600キロから1700キロね。ね。まず感じませんよね。その、そういう風に回ってるようにはね。えー、そして、えー、今度は、あ、光転をしますよね。えー、太陽の周りをね、1年間かけて一周するわけですけども、えー、その地球というのがね、 えー、これっていうのはね、どんぐらいのスピードで回ってるかっていうと、えー、時速、えー、10万キロでしたかね。えー、10万キロでね、えー、回ることになってます。もうそれもね、想像もつかないスピードですよね。時速10万キロっていうのはね。えー、そしてこの太陽の,のスピード。何ですかこれ。だいたいね、100万キロ。<laughs> 100万キロのスピードでね、えー、銀河の周りを回っています。ね。すごいでしょね。100万キロですよ。100万キロ。10万キロ。ね、えー。合計したらどれぐらいのスピードになると思いますね。すべてが回ってることになってますけども。えー、相当な速さですよね、えー。時点だけでもね、1600キロから1700キロ。えー、赤道付近でね。 工転でもね、えー、もう想像もつかないスピードです。10万キロ時速ね。えー、超マッハでしょうね。そして、えー、その太,太陽系がね、回るスピード。えー、太陽があ、太陽系が回るスピード80万キロでしたかね、えー。そんなスピードをね、言ってるわけです。これにはあ100万キロと書いてますけどもね。えー こういうのはね、観測できないんです、実はね。感じもしないし、観測もできないんですね。これっていうのはね、観測できないことっていうのはね、えー、これは科学ではないんですね。えー、で,で、観測可能な、えー、エビデンス、証拠、ね、証明とかね、えー。それがあって初めて科学と呼ばれるんですけども、えー、こ,のこの太陽系のシステムね、 太陽中心システムと言いますけどもね。ソーラーシステムね。えー、これはね、えー、かなり無理があります。ね、めちゃくちゃですね。えー、ここポラリスなんか書いてますけども、ね、ポラリスがね、えー、北極星が中心になってね、もう何千年とね、えー、位置を変えてないんですよね。星座とかもね。 昔のね、過去の期日と、今の期日と、ほぼ変わってないわけです。ね。こういうのもね、もう、こんな移動速度で移動しているのにね、えー、変わらないっていうね、もうおかしいんですね。破綻しているんです。この太陽中心システムっていうのはね。えー、先ほどの回転でね、この星の奇跡を取った、えー ね、露出させて撮った、えー、映像とかで、ね、ご覧になった方いらっしゃると思いますけども、えー、この回転してる星ね、えー、もしこちら側がね、えー、動いていたとしたら、ね、先ほどのスピードで、ね、先ほどのスピードでね、回転していたとしたらね、こういう風になっちゃいます。ね、ぐちゃぐちゃになっちゃいます、この。 丸い地球のモデルでいけばね、ぐちゃぐちゃです。星座っていうのはね。先ほどみたいにね、綺麗な、こういうのはね、見れません。綺麗な回転っていうのはね、一定の感覚で星が回るわけですけども。先ほどのね、私たちのようなね、こういうのもそうですけども、ね、こういう回転、今の太陽 太陽系のシステムね、自転降点含め、太陽中心説のね、システムでは、理論ではね、先ほどのようなね、綺麗な星の回転というのはこういうのは見えないんですね。 聖書的な解釈ですね。この、えー、地球と呼ばれるものがどういうふうになっているか、ねえー。ファーマメントがありますね、えー。ドームがあるわけですね。それで地があります。ねえー、海の水、ねえー。平らです。ね 水っていうのはね、レベルを出します。海抜ゼロとかいうのがありますけどね。水はね、一定のレベルを出すんですね。曲がらないんですね。重力という人たちがいますけどもね、あれもインチキですね。ただ、空気より密度があるかないか。あと、水より密度があるかないか。 その違いだけですね。大量の水をね、えー、海の水、えー、これをね、えー、そのさっき言った回転、ね、たくさんの回転してましたけども、えー、そういうね、超マッハのね、スピードで、えー、しっつけることができるでしょうか。この重力の力でね、えー。なのにね、そういう力がね、働いているのにね、人間とかね、 平気で歩けます。もしね、そんなにね、大量の水を、この、地球と呼ばれるものに、しつけるだけの力があればね、えー、もう地上のものっていうのはね、えー、動くことさえできませんよね。相当な力ですから、この大量の水の量っていうのはね、重さ、なんかのでもそうなんですけども、えー、水はね、えー、一定のレベルを保ちます。 えー、それだけの力がね、私たちに働いているのに、えー、蝶々とかね、えー、鳥とかね、えー、ふわふわとね、飛ぶことができますよね。タンポポの綿帽子とかね、えー、杉花粉なんかでもそうですよね。えー、ふわふわと飛んでいきます。ほこりとかね。これっていうのはね、そんだけの力が働いていないってことなんですよね。 重力の正体というのはね、密度と浮力というふうにね、えー、言われてます。ねえー、よくね、えー、偽物のフラットアースの、教会境界があります。えー、地球平面境界か。地球、地球平面境界か。あれっていうのもね、コントロールオポジションですね。偽物の、 フラットアース協会なんですね。ああいうのはね、えー、重力とか、あのー、重力の話なんかでね、えー、嘘を言ってますからね。えー、何かね、えー、暗黒の力か未知の力かでね、えー、フラットアースが上昇してるなんていうね、常にずっと上昇してるなんていうね、えー、嘘をついてます。地球平面協会。ね この人もフラットアースの偽物ですよ。マークサーゼント、ね。円盤型で、よくフラットアースでね、バカにされてますけども。表面はね、えー、フラットなのは分かってます。下はね、わ、えー、かりません。どういう風になってるのかね。 えー、見ることができませんから。想像するだけで涙が出てくる、ゾゾ、マイザー社長、月、えー、月収旅行への思いと。ね、このゾゾタウンのマイザー優作社長、ねえー。この人がね、 え月を周回すると。そしてまた戻ってくるというね。えー、民間人初の月収旅行と書いてますけども。ねこの人は何か言ってました。ねえ。マイザ社長は月を見ることも楽しみだが、丸い地球を見ることも楽しみ。えー、どれだけ感動するんだろうと想像するだけで今のうちから涙が出てくると期待は語った。 ね。えー、この人はね、見れません。丸19はね、えー。そもそもね、丸19というのは存在しませんから。ね。えー、テスラのね、イーロンマスクと、組んでやってますけどもね、えー、2023年ですかね。2023年の打ち上げ。ね。まあ、成功したとしても、ね。 CGI ですよ。ね。えー、ファルコン9とかね。えー、もう、イーロンマスク自体があ、ファルコン9とかいうのでね、CG でやってますから。ね。とっても、あの、滑稽な映像がね、えー、皆さんの、ま、あの、見れるんじゃないですかねあ。スペース X ね。スペース X の映像とかも、ほんとインチキですからね。ああいの本物とね、 思う人がいるんでしょうか、ね、スペース X ね。えー、テスラとかね、えー、めちゃくちゃやってます、えー。このね、スターマンですね。えー、招き人形ですけども。 えー、青みたいなことをやってます。ね、宇宙に打ち上げたと言いますけども、このファルコン、ああ、あれか、ファルコンヘビーでか、ねえ。めちゃくちゃですよね。ね、車が宇宙を飛んでると。 ねえ <laughs>。ロードスターがテスラの。もうめちゃくちゃですね。ねえ。えー、どのロケットもね、同じなんですけども、これはスペース X のね、えー、ロケット軌道ですね。えー、弾道のね、奇跡ですけどもね。こういうふうにね、えー、急カーブします。ね。 これっていうのはね、海に落ちてるわけですね。えー、宇宙へは行ってないんですね。こういう風に、えー、下に落ちていきますね,ね。全部そうですね。見てください、このカーブの仕方。ね、これで宇宙へ行ってると、ね、思いますか。簡単にわかります、こういう嘘はね。 豪華な打ち上げ花火ですよね。落ちてますよ、こういうね。